シャス七日です。今回はですね、こちらのモデル、こちらの方なんともう金色が出ましたよという形でね、ゴールドアンロックしました。いやー、このねショットガンの中でも一番最弱、今回はねショットガンを使ってドミネーションやっていきたい、ドミネーションじゃないね、グランドをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、というわけで今回もやっていきたいと思います。グランドウォーですね。いや、今回そうなんですよ、ショットガンをね頑張ってアンロックしたんですよ。巷ではやっぱりショットガンねバカ強いってなってるんだけど、正直ね、僕が使うこのモデルはショットガンの中でも最弱で、一番ね、なんでしょう、キルが取りづらいショットガンに、ね、なってるんですね。いや、他にいろんなねショットガン僕もね使われたり使ったりしたんですけれども、モデルはダントツでね、なんでしょう、弱いですねやっぱり弱いのは弱いとしか言いようがないですね。大丈夫かな、ここで、いやー死んじゃいそうだけど大丈夫かな。よし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 、まあ一応この距離だったらさすがにね倒せますよね。まあそれ倒せなかったらやばいもんね。お、これは、あら、いけそうだね。でもチャーリーこれ来そう。おー、いいね、おいいね、おいしい、おいしい、おいしいこれはうめえ、ナイス味方さん。肉壁ナイスですよ。 UAV 出します。いいね、やっぱショットガンといえばこういうキルをね取る、それがねやっぱショットガンに求められてますからね。あー、これは、あ、やばいやばい。おお、ちょっとなんか結構ここら辺も怪しいな。まあこれを使うとね、ダブルバレルのねオリンピアちゃんを使う人が結構ね増えちゃうっていう。まあ別に僕はショットガン使ってるんで使われても何とも思わないんですけどね。ショットガンの中でも正直ね、まあ序列はそこまでなくて、うわお、そう、ショットガンの序列があったとしてもまあ言うてね、そこまで露骨に負けることってないんですよ、実を言うとね。皆さんだったらやっぱりこうショットガンの最弱っていう聞くとショットガン同士の打ち負けがすごいんじゃないかなみたいなねこと思ったりするんですけど、正直これは自分のね得意のレンジ持ってっちゃったらそれはもうこいつ最強ですから。そうなんですよ、そこまで持っていけたら他のショットガンと狂いなく使ったりすることができるって、そんな感じですね。いやー、でも本当ね、このショットガンのアタッチメントって何したらいいんだろうなって多分ね悩む人多いと思うんですけど、スラッグ弾がねどうなんだっていう形ですよね。一応このショットガンスラッグ弾あるんですけど、僕はスラッグ弾つけてないんですよね。あれつけてこう、まあ、結構ねレンジが伸びて遠距離も戦えるようになるんですよ、ショットガンで。だけどそのショットガン遠距離で戦えるんだけれども、なんかねスラグ弾の即死判定が結構シビアで、正直ねこちらのショットガンでこうやって狙ってね敵がワンパンでっていうのはね結構難しいわ、あれ。だからスラグ弾はあんまりね使わない方がねいいのかなって思いましたよ、正直ね。こういう狙い撃ちでやるショットガンっていうのも悪くないんだけど、こっちの方がねやっぱショットガンだからね、言ったらね。でショットガンの時に結構役立つのがショットガンというか、まあ、グランドウォーかな、グランドウォーで結構役立つのがこのトラッカーがついてると敵のね足跡検索みたいな感じのやつがやりやすい、すごいやりやすいんですわ。うわ、なんかここら辺もやばいね、なんか煮詰まってるけど、でもまだ俺ら C の方入ってないんだぜ。これでもどっか去ったか、え、待って、俺も乗せて、それ俺も乗せて、うん、頼む頼む、よし、ありがとういいね、これで俺は RPG で敵をぶち殺すって。味方、あ、聞きやすい、いいねこれマジか、いや、いい、いや、あー、あいつ何耐性あるんだと。お、いいね、決
君いいところに案内してくれるじゃないの。ちょっとパイプの上乗っちゃったパイプの上乗っちゃった。あー、クソ取られた、マジかよ。おらいてえ、嘘だろ、マジか、こんなところに。おっしゃ、どうだこれで。オッケー、おめえ2発外してやんの。はっ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 は。もうそういうところですよ、もうこう。もうね、あれ出されるとね、マジで負ける。この武器に勝ち目ないんですよ。やばいやばいやばい、バレた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 。おらー、おめえのその横がわかんねえ投げ物にやられてたまるか、ポケが。ほんとに。あぶねー。これ RPG 持ってた方がいいですよ、やっぱショットガンナーは。強いぜ、RPG。全然いねえ、チャーリー。あー、くっそ。いや、まあこういう時にね、あのスラッグ弾でこうさばけたらって思うでしょ。全然あれかするからね、本当に。あれでスパスパ抜けてる人がいたらマジですごいと思いますよ。ちょっとね、僕もね、スラッグ弾に関しては、まあ過去ね、スラッグ弾ってどんな、まあ武器というか、まあイメージ的に言うとは KSG とかね、 BO2 でいうね、そんな感じであったけど、正直ね、今作のスラッグ弾、このねモデルのスラッグ弾は難易度高すぎてちょっとね扱いきれないっす。もう僕ですらもうお手上げでこっちに切り替えたぐらい。あー、出たよこれだよこれ、725ですよ。強すぎでしょこれ。あー、チートですねあれは。もう、いやー、でもショットガンのねチャレンジ、まあ何が難しかったかっていうと、やっぱリロード直後に切るってやつが若干ね、やっぱ最後まで残るって形で、あとはね、このなんでしょうね、ショットガンのこれのドノーマルでこう普通に110キルっていうアタッチメント何にもつけてないこの武器で110キルが意外と難しかったですね。オッケー、いいね。RPG とのこのコンボなかなか使えるぞ。てか RPG 構えながらこうやってやってた方が、このモダンウォーフェアいいかもしんない。あぶね。いいね、素晴らしい。ちょっと UAV。オッケー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 。攻め落としたいね、ここをね。あぶねえ、この DO 渡さねえんだよ。さあ、こういう角待ち、こういう時はね、覗いた方がちょっとね、狙いやすいよね。ほら、あぶねえなそんなスリスリしなくてもいいんですよ。やばいな、敵来た。はい、お疲れさん。防衛しますよ、私はもちろん。よし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 、とりあえず防衛頑張りますよ、私は。あぶねえ。オッケー、いいね、これは覚醒ですね、これ。待てよ、あぶねえ。おい、おー、いいねこれ、めちゃんこ。ちょっと待って、これ V トール、V トール多いのか、ちくしょう。サポートヘリ呼ぼう。じゃあサポートヘリが出るとは思わなかったな。びっくりで、びっくりでやんす、びっくりしたでやんす。いいね、
いいね、いいね、この D の守護神ナナカ、どうですかこれ。いいぞ。敵さ、あ、待って、おい、残念でした。なんかおもちゃ出してましたけど、敵さん大丈夫ですか。わざわざそんなものを出してまで私を殲滅したかったですかね。この D は渡しません。まあそんな感じでね、今回はこちらの金のショットガン使ってきたんですけれども、いかがだったでしょうか。一応ねこれがショットガンのこれで最弱っていう形になってますけど、まあ今回はねまあいい感じにこうヘリまで出せたんで、まあショットガンはやっぱりね、なんかこうちまちま2、3キルやって死んで、2、3キルやって死んでっていうよりかは、グランドオーだと一度にこういう風なチャンスをねものにする、そういう形をね立ち回りだと結構ね強力なのかなーなんて思いました。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ、おい、あーいいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜ。これ待って、これいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーんって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。